おはようございます。8時17分でございます。寝てませんということで、ずっとアニメ見ながらずっとギター弾いてましたということで、朝飯でございます。お茶漬けと納豆たくあんメカブということで、理想的な朝飯でございます。おはようございます。起きました。12時28分ですね。はい、天気がめっちゃいいんです。はい、外でも出よっかな。久しぶりにちょっと海に行きたい気分ですね。ちょこっと海でも行ってこようかな。よし、林道でございます。いやいいね。意外とですね、寒いんですね。日出てますけど、あの林道の中入るとですね、あの日陰になってですね、かなり気温が寒い、あの下がってちょっと肌寒いですね。はい、これからちょっとね、林道をしていきたいと思います。ということで、はい、どうでしょう。気持ちいいっすね。意外と人もいないんでね、ちょっと軽く探索して帰りたいと思います。見てください、木々の隙間から日が差してすごい綺麗ですね。今すごい脳内物質のセロトニンがドゥバドゥバ出ておきます。気持ちいいなぁ。おれ、いやぁ、お疲れ様でーす。3時でございますということで、昼飯でございます。サラダですね、ベーコンなんと5枚使って、卵も2つ、はい、あとサラダ、はい、あとピザでございます。あとですね、服買っちゃった2000円。そうですね、薄手のですね、あのパンツが欲しかったんで、はい、ワークマンで買ってきましたわ。ということでいただきます。寝ておりました。6時28分ですね。今から出ていきたいと思います。はい、とお疲れ様です。イオンでございます。10時半ぐらいですかね。ちょっと疲れたんで今日はちょっと早く戻ります。お疲れ様です。飯を買ってきました。メカブ、納豆、豆腐ですね。はい、トリソー218、安い。あとバターとパンも買ってきたのか。あとマダイ、今日はマダイにしようかなと思ったんだけど、普通にあの吉牛でよかったな正直ですね、飯作るのめんどくせえわ。もうこの時間帯だし、もう11時25分なんですよ。めんどくせえな。お疲れ様です。ということで晩飯でございます。白米対いつもですね。はい、ということでいただきます。もう寝よう、飯食ったら。お疲れ様です。